はい、どうも、こんにちは。神風、オリオです。今回はね、ウォーサンダーのね、綾波くんを使っていきたいと思います。ということで、まあ、この綾波くんはね、5レベルになったら使えるので、皆さんもぜひ使ってみてくださいということでね。まあ、スペック見るとなんかね、弱そうに見えるんですけど、実際はね、まあ、こんな感じに、魚雷発射管がね、まあ、3機ついてるんでね、はい、ちょっと見えづらいですね。3機ついてるんで、結構火力出ますね、魚雷のね。だから結構これは魚雷でね、ボコしていくような風にございますね、ということで。まあ、そんな感じでございますね、はい。で、まぁ、こんな感じに、まぁ、フル強化してるんですけれども。で、武器庫はね、私はね、まぁ、エンジンつけて、まぁ、結構エンジンつけて早めたりとか、まぁ、やっぱりね、潜水艦綺麗なんでね、もうね、このね、ね、音波探知基地かな?音波探知言いづらいですね。音波探知基地をね、つけたりとかね。あとね、魚雷はね、やっぱ高速魚雷ですね。まあ、普通の魚雷とかでもね、まあ、当たるっちゃ当たるんですけど、やっぱり高速魚雷当たりやすいんですよね。まあ、この強化魚雷とかね、やっぱりね、火力は出るんですけれどもね、やっぱりこの高速の魚雷の方が、ね、当たりやすいということで、今回はね、まあ、この高速魚雷を使ってきますということで。まあ、爆雷乗っけてくるんですけど、あとは爆雷乗っけてくるんですけど、私ね、これ疲れとくのかわかんないんですよね。今まで使ってきても、あんまりね、そんな強くなかった覚えあるんでね、強くなかったっていうか、あんまり当たった覚えがないんでね。まあ最近はよくわかんないんですけどね、まだこれをね、つけていきますってことで。まあそんな感じでございますかね、ということで、今回はね、あやなみくんでやっていきますってことで、やっていきましょう!はい、ということで、1試合目やっていきましょうってことでね、はい、やっていきましょうって感じなんですけどね。まあこんな感じに、まあ、手法っていうかな。手法にもついてるんですけど、まあそこまで、それはこのね、やつはそこまで火力出るわけじゃないですと思いますね。はい。撃っていきましょう。で、このね、魚雷発射管結構便利なんですよね。意外と曲げなくても結構撃てたりするって、本当に便利です。本当に意外とね、本当に曲げなくても出ちゃうんで、ね、結構強かったりします。あー、そうだ、やられちゃったよ。どうしようかな。まあいいか、まだ撃っとくか。曲げましょう。ああ、ソーダがね、やっぱやられると厳しいですね。はい。厳しいっていうか、めんどくさいですね。正直な話。で、向こうにいますね。ニコラスくん。あ、ニコラスくんね、強いんですよね。はい。まあ、ね、艦砲が強いんでね。はい。ちょっとそこら辺が辛かったりしますね。で、まあ、いいんですけど、使うのは絶対いいんですけど、ちょっとね、おっとっと。そうなんだよね。なんかね、怖いんだよね、ちょっと。ちょっと怖いね。ちょっと巻くか。こういう風に円幕巻いてね。まあこういう風にね、撤退するんですけど、撤退じゃないわ。こんな風にね。まあこんな風に逃げることができますと。って感じですね。はい。でね、この魚雷ね、まあ結構ね、まあもちろん距離はね、まあ7キロぐらい遠くんですけど、まあけどやっぱりね、艦砲よりはね、ね、あんまりね、遠かないんでね。ちょっと適当に近づかなきゃいけないんですよね。まあ近づかなきゃいけないなと思いつつもね。はい。どうしましょうかねーと思いつつ、いやー、おっと来たね。あそこに、あ、いるね、いるね。でこんな感じで魚雷使ってきますと、一方ちってね。まあ、でこれ当たらんな。多分これが当たりません、ね、多分。いった、やばいやばいやばい、マジで死ぬ死ぬ。いやー、これまずいね。ちょっとまずいね。いや、これ非常にまずいね。で、敵陣のね、真っ逆にいるからほんとまずいね。いやー、これはほんとまずいよ。逃げなきゃ、ほんと逃げなきゃまずい。死んじゃう。あ、死んじゃう。オッケー。負け。負くしかないんだよ、もう今。で、どうしますかね。一旦回復しましょうか。魚雷が使えませんね。嫌だね。けどまあ、やっぱやられた時はね、なかなか使えないんでね。あと敵固まりまくってますね。ちょっと怖いですね、非常に。いや、非常に怖い。どうしようかな。多分ここら辺に敵いるんだよね。まあ、なんか煙幕のね、間ってなんか結構撃てないんですよ、全然。あ、ごめん。言うて撃っちゃった。で、これまあ、フレンドリファイアーないんで大丈夫ですけど。お、いいね。あそこにいますね。じゃあ、撃ってきましょうか。ポチッとな。でね、こういう魚雷とか使うときはね、まあ、敵のね、ソーダを狙う方がいいです、ソーダってね。うん。煙突だっけ?煙突じゃないな。環境ですね。環境でやった方がいいですね。はい、撃破。今、魚雷が当たったんかな?うん、魚雷が当たりましたね。はい。まあこいつやっぱり魚雷がね、まあね、3機やるってことでね、本当にね、まあ魚雷のダメージでかいんですよね。だから相当にかなり強いですね。はい、非常に。まあ多分魚雷当たるだけ結構4割とか、4割、3割、3割とか4割はゴリゴリ削れたりするんじゃないかな。まあそこら辺の力だったりするとね。
で、敵どこにいるんだ敵がどこにいるわかんねえぞ。おいおい、どこにいるんだい多分これいると思うんだけど、あれなかなか出てこない。こっちの方が先にできたな。どうしようかな。多分そろそろ出てくるはずなんだけど。あ、できましたね。はい。ニコラスくんですね。はい。ニコラスくんですけど、ちょっと微妙、なんかめんどくさい位置にいますね。やだね。痛い。あー、めんどくさい。これめんどくさい。あ、やばい。死ぬかも。ポン、ポン。で、まあ、ギョロ打っときましょうか。とりあえず、ギョロ打って、もう、隠しましょう。隠りましょう。いいですね。はい、こんな感じ。で、まあ、こんな感じにね、まあ、近くにいるのであればね、結構打てますから。やばい、やばい、死ぬ。あ、でも死ぬわ。普通でも死ぬわ。あれ？これ結構、なんか、あ、いい、あ、いいのかな。どこにいるんだ敵。あ、そっちから撃たれてんのか。忘れてた、そっちの存在。うわー、そりゃダメだ。うわー、これはダメですね。はい、非常にまずい。多分こっちは、やられちゃった。やらかしましたね。この魚雷当たるかな。この魚雷当たるかですがね。はい。まあ、高速魚雷なら避けにくいんですよね。はい、非常に。まあ、まだ、まあ、もちろんね、まあ、避けれなくはないんですけど、やっぱ避けにづらいということで当たるかな、これ。当たっていきますね。こんな感じに結構ダメージが入るんですよね。ということで、こんな感じに、ね、ダメージが入るんで、結構魚雷の使い方が結構ね、重要になってくるのね。まあ、アイナミ君ですね。ということで、2試合目やっていきましょう。はい、と、2試合目やっていきましょうって感じなんですけど。OK、2試合目やっていきましょうってことで、はい、やっていきましょうってことでね。まあ、さっきもの通りね、まあ、アイナミ君はね、はい、結構魚雷が強いってことで、ね、結構本当に強いですね。まあ、スペック上だとね、弱く見えるんですけど、あれ何なんだろうね。多分、3機ついてるから、3問ってさっき言っちゃったよな。3機ついてるからね。まあ、結構ね、火力がでかかったりするんですかね。そうなんかな、わかんないですけどね。ちょっと。3機ついてるからね、なんか、魚雷の DPM は低いのかな。か1機あたりのね、なんか DPM だったりするからね。まあ、実は、綾波くんね、まあ、3つついてる分ね、ちょっとね、やっぱりね、リロードがちょっと遅いですね。まあ、他のね。まあ他のね、駆逐艦とかね、駆逐艦っていうかね、魚雷がね、ついてる船と比べると結構ね、利用が遅かったりしますね。特にレベルが低いね、やつと比べるとやっぱりね、かなり遅かったりしますね。かなりではないけど、まあ結構遅かったりするんでね。まあ結構気になる方もいるかもしれませんけどね。けどやっぱりこのね、魚雷3門が強いんですよ、本当に。魚雷3門が強いんでね、皆さんもぜひぜひ使ってみてください。3門じゃない、3機ですね。はい。なんかね、3機と3門言い間違えるとだいぶ違いますからね。3機あるんでね、本当に強いです。で、こんな感じで結構ね、そこへ曲げてなくても撃てるんでね、魚雷。それが強いですね、本当に。私が一番強いと思ってる、あ、一番ではないですけどね、結構強いと思ってる理由の一つに、やっぱり、あんまり曲げなくても、ね、撃てちゃうんですよね、この魚雷がね。それが非常に便利ですよね。こんな感じ。ちょっと逃げた方がいいかな、これ。どうしようかな、逃げた方がいいかな。どうしましょう、逃げた方がいいかな。大砲戦に発動しましたね。逃げようか。逃げましょう。あそこにね、フィリッチャー君がいますね。持っときましょう、魚雷を。ちょっとな。本当に魚雷が強いですね、この綾波君ね。はい。自分立ち回りはね、終わってますけど。結構綾波君はね、本当にそれが強いのでね、強みですね。はい。どうしようかな。このね、多分ね、この煙幕もそろそろ切れそうなんでね、ちょっと撤退したいんですけどね、さっさと。当たんないか。当たってくれるといいんですけどね、魚雷がね。非常に。当たってくれると嬉しいんですけどって感じなんですけどね、なかなか当たりませんね。やっぱり近くで撃つのは一番当たりやすいですね、もちろんのごとく。まあ、魚雷ってそういうもんですからね、はい。見えねえんだよ、どこにいんだよ。いやー、どこにいんだ、敵。やっぱ煙幕ね、やっぱいいね。煙幕あるとなかなか撃てませんね。非常に。あ、痛い。あー、だるい。あー、やばい。あそこになんか敵艦いますね。はい。まあ敵艦とかね、やっぱこういうのね、まああれをね、環境を狙ってね、まあぶち込んでいくっていうのが一番いいんですけどね。はい。まあ、だってまあ環境がね、壊れないとね、避けちゃうんでね、こんな感じに。特に機動性がいいね、船とか避けちゃうんでね。あ、当たっていくね。いいね。あんま、今、かすった感じなんかな？あれ？あんまりダメージ受けませんでしたね。なんで？かすったんかね？
そんなこんなでまたギャラ言っていきましょうってことで。まだやっぱりね、まあ、離島は少し遅い分、かなり火力がでかいですね、ギャラの火力が。それに多分ね、近くで撃ったら本当にね、もろ当たるんでね、はい。さて、まあ近くで撃つ場合はね、本当に、ね、火力でかいんでおすすめですね、はい。いや、これはこっちか、こっちかな、オッケー、危ない。ギャラ避けていきますね。はい、あれ、ちょっと待って、こいつ。ちょっと待って、ああ、魚雷。うん、やっぱ魚雷のダメージでかいね。一発当たりましたね。はい。うわ、危ない。うん、やっぱりね、こんな感じでね、敵のね、やっぱ魚雷はね、結構ね、リード早いに対してね、こっちの魚雷はね、結構リード遅めなんですよね。で、なんでそっち行くんだ、てめえ。おかしいだろ。なんでそっち行く、この君の魚雷。おかしいだろ。お前、それ本当に魚雷か、お前。これ多分当たりますよね。当たんねえ。なんでそっち行くねん。いやいやいや、多分なんかあれ、照準がね、決まってなかったんかな。照準されてなかったんですよ、魚雷が。ありえない方向行ってましたね。ということで、3試合目やっていきましょうってことでね、はい。はい、ということでね、3試合目やっていきましょうってことでね。ちょっと1試合目と2試合目、ちょっと、ね、立ち回りがクソすぎてね、やばかったんですけどね。まあ3試合目はちゃんとやってきていいですね、はーい。まあ、やっぱりこういうね、まあ、鑑定のゲームはね、はい。まあ、立ち回り非常に重要なんでね。うん。まあまあ、最近魚雷使ってないのもあるんですかね。ちょっとあんまりね、魚雷がめちゃくちゃ下手になってますね。はい。まあ、なんかね、私やっぱりね、艦砲がね、ゴリゴリのね、船が好きでしてね。まあ、さっきまでね、もうね、艦砲がね、強いね、船まで乗ってたんでね。ちょっとね、ボロボロですね。はい、非常に。残念なことに。あとね、早いですね70キロ。時速70キロですか。速いですね。はい。いやー、この速さ、私はね、ちょっと無理ですよ。本当に。うん。前に突っ込んじゃいますね。はい。あ、それ、ニューオーニーズがいますね。ニューオーニーズが。本当にね、またね、言う、3回目で言うんだろうかな。3回目で言うのかもしれませんけどね。こいつね、本当にね、まあ、普通のね、なんかね、やば、なんか、ニコラスくんの本当にやばいんですけど、あ、ちょ待って、これ、絶対おるやん。これ、戦艦系おるやん。本当に戦艦系はね、本当にね、魚雷じゃなくても本当にボコボコにされるんでね、気をつけてください。戦艦、今、従順かね、多分戦艦系ね、まあ、艦砲が来たのか。艦砲の弾が来ましたね、はい。いや、本当にゴリゴリに削れちゃうんですよね、あれ、マジで。うん、皆さんもぜひ気をつけてくださいね。まあ、なかなかね、なんか、いきなりね、削られてね、何やこれってなるかもしれませんけど、本当に、やばいんで、従順は。従順とかね、戦艦とかね。本当に、油断してたら本当になんか、あ、弾飛んできたと思ってぶつかってみたら本当にゴリゴリ削れちゃいますからね。本当にえげつないです。避けろ!避けるんだ!避けるんだ、弾を!うわぁ!今大丈夫だ、避けた、避けた。避けましたね、はい。避けるんだ!避けていく。まあやっぱりね、うん。これがなんか口から強みってとこですよね、はい。こんな感じ避けれるって言ったよね、点がね。で、これほとんど戦艦しかいないんじゃん、敵。やばいな、これ。これ、どうしよう。一旦回復しながら。どうしよう、これ。マジでどうしよう。どうしようかな、これ。相対傷が。わかったな、これ。はい、どうだ。魚雷出てきますね。いいですね。はい。で、こっちのやつ当てていきましょうかね。こっち向きにして、当てていきましょう。当てる、オッケー、撃破。いいですね。この魚雷の強さですよ。あ、死んだわ。この魚雷の強さです。言っては死にましたね。けど、こんな感じにね、魚雷が強いんですよ。今度、切り近距離でね、結構大きな火力が発揮できますしね。ちょっと最近、魚雷使ってなくてね、ほんと下手ですけど。まあ、こんな感じにね、まあ、魚雷でボコすことできるんで、皆さんもぜひぜひ使ってみてくださいっていうことでね。まあ、もちろんなんかね、なんか時々たまにティアニカンのね、船がいたりするんでね。まあ、その船、ボコらいことあったりするんですけどね。今日楽しい船ですということで。まあ、今回はコマですね、ということでご視聴ありがとうございました。皆さんもぜひぜひ、あやなみくん使ってみてくださいということで、今回はコマですということで、ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバーイ。